16年前、仮面の男によってキュービが解放され、父ちゃんと母ちゃんは佐藤、そして俺を守って死んだ。キュービは今も俺の中に封印されている。渦巻きナルト、お前のキュービを奪う。そこは仮面の男が全てを作り変えた世界。俺が自分の里にいちゃ悪いのか。ぶっ殺す。そしてナルトの前に現れたのは父ちゃん、母ちゃん。ナルト、純粋な己の欲望にこそ人は抗いようもなく囚われる。ずっとこうしたかった、夢だったんだ。おかえり。ただいま。愛は人を最も弱くする。誰が求めたの。16年ぶりの光景だ。ようやくお前のキュービが手に入る。子供を守るのが親の役目だ。なら親を超えるのが俺の役目だろ。仲間を、家族を、絆を絶対に守るってばよ。ロード・ニンジャ、ナルト・ザ・ムービー。